とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、今シーズンのタワーの一番めんどくさいところ、21階のボスですね。こいつを、2パンぐらいで倒せないかなと思って、やってみようと思います。今日試すのが、これですね。まず、メイス。虚無3が入ってます。虚無3。6倍だね。600% ダメージアップします。で、それを入れた後に、雷の杖、パワー承認で1上げてます。ダメージが、まあ、1万1000だね。1万1000。ということは、6万6000か。6万6000だったら半分ぐらいは減るんじゃないかなと思うんだけどね。はい。まあ、とりあえず、試してみましょう。できればワンパンしたいんだけど、ワンパンできそうなやつがないんだよね。で、しかもこのね、虚無も当てにくいんだ。うん、いや、虚無は当たるよ。虚無は当たるんだけども、オッケー。あ、なんでそっち打つの？なんでだよ。もう。いや、でもまあね、まあね、オッケーオッケー。オッケーですよ。ここで、一発殴って、いたたたた。オッケー。なあ、でもなあ。いいとこ3分の1か。もうちょっとあると思ったんだけどな。よし、オッケー。あ、いいぞ、いいぞ。どうだ？いやー。あ、でもまあまあ、早くは、倒せたくない？うん。いや、早くは倒したよ。はい。今回の雷の杖でいくと、まあまあまあ、そこそこ与えるよ。うん。どんぐらいだ？ 25% ぐらいか。そんぐらいは一撃で減らせるんだけども、最初の職人で、雷の杖を上げちゃうと、後がちょっときつくなるのよね。若干だけどね、若干きつくなるのよ。なので、これじゃあない気がするな。これじゃあない気がしますけども。まあ、もうちょっとね、試してみようと思います。はい。まあ、とりあえずこれでクリアしますね。それではボス、ボスは普通に倒しますね。普通に倒します。まあ、2体いるので、雷の杖じゃちょっと効率が悪いんで。アップドラフトでサクッと行っちゃいましょう。はい。雑魚が残ってた。では、報酬を見て終わりますね。どうだ？しょぼい。しょぼすぎるぞ。よろしくないですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。